皆さんこんにちは、女流棋士の北尾まどかです。本日は国際将棋フェスティバル2021特選対局、渡辺明名人対羽生善治九段の模様を YouTube にてお届けいたします。さて、国際将棋フェスティバル2021は1999年から3年に一度、日本将棋連盟が日本将棋を通じた国際交流と将棋の国際普及を目的として行われている国際将棋フォーラムを今年はオンラインで行うイベントです。例年は海外選手を日本に招待し、国際将棋トーナメントを開催したり、国内の将棋ファンの方向けにはサイン会や指導対局会を行います。今年は新型コロナウイルスの感染防止の観点から、すべての催しをオンラインや YouTube 配信の形で行っております。本日は特選対局として渡辺明名人対羽生善治九段の対局をお届けし、日本国内のみならず全世界の皆様にトップ棋士の真剣勝負の模様をご堪能いただけたらと思います。それでは本日の大盤解説をしていただきます棋士をご紹介いたしましょう。野月浩貴八段です。野月八段、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、野月先生はこれまで国際将棋フォーラムにご出演の経験はありますか？はい、そうですね、ほぼ毎回に近いぐらい、参加させていただいて、皆さんと交流したり、指導対局したり、あとは選手の方からですね、流行ってる戦法とかの質問を受けて、その説明したりとしたことがありますね。で、前回、2017年は北九州で行われたんですけど、うん、そこも北尾さんも行かれてましたね。はい、私も伺いました。はい、参加して、42カ国、48名の選手がですね、参加された素晴らしい大会で、私も選手の皆さんたちと一緒に楽しみました。私もですね、実は1999年初回の時にですね、はい、実はまだ女流棋士になる前だったんですけれども、記録係として参加させていただいたんですね。そう、大会の記録係ということですね。そうなんです。で、その時にこんなにたくさんの方が、外国の方で将棋を楽しまれているんだなというふうにとても感動しまして、でそれから国際その普及に興味を持ちました。そうですね、選手の方々も第1回目も皆さんね、非常に楽しみにされて、皆さん国を越えて交流されてたのが思い出されますね。はい、そして3年ごとにね行われてきたんですけれども、ちょっと昨年は開催できずということで、はい、今年オンライン開催となったわけですね。そうですね、オンラインということで、参加されてない方々、普段ですとこう各国の代表選手しかイベントに参加できなかったんですけれども、この国際フォーラムに参加できない海外の方にも見ていただけるということで、はい、そこは素晴らしいことだなと思います。そして、本日は渡辺明名人と羽生九段との対戦ということなんですけれども、本日の対局の見どころを教えてください。はい、そうですね、トップ棋士2人の対局となりまして、もうタイトル戦でも何度も激闘を繰り広げたお二人で、持ち時間が短い将棋ではありますけれども、現在最高レベルの対局が見られるかなと思います。それでは対局者に本日の対局前に意気込みをお聞きしておりますので、どうぞご覧ください。渡辺さんとの対局ということなんですけれども、世界の将棋ファンの皆様のですね、模範となるようとなるような、参考になるような、将棋がさせたら嬉しいなというふうに思っています。で、今はですね、本当にいろんな国で、将棋指されるようになっていますので、これを機にですね、さらに多くの人に将棋を楽しんでもらえたら嬉しいなと考えています。そうですね、この国際将棋フェスティバル、本来であればね、昨年の開催が予定されていたと思うんですけども、この、新型コロナウイルスが、世界的に広がっているということで、昨年は開催できなかったんですけども、今年もですね、オンラインでの、開催という形になったんですけども、その分、全世界の方に大勢の方に見ていただけるかなとは思いますので、
まあ、そういった大勢の方にですね楽しんでいただけるような将棋を指していきたいというふうに考えております。というお二人のコメントでしたが、野崎先生いかがでしたか？そうですね、まあ、やはりオンラインこの YouTube を通じまして、まあ、全世界の皆さんにこう素晴らしい将棋を、ね、見せてくれるという意気込みが伺えました。たくさんの方に楽しんでいただきたいですね、はい。それでは対局室の様子をご覧ください。先に羽生九段が入室されました。あ、そうですね、和服を着てるということで座る前にこう裾を上げたり、はい、座って今対局に必要なものを準備しているという段階ですね。はい、こちらの座る位置なんですけれども、この特別対局室は左側に床の間があって、そちらが上座となっているということですね。今回の対局ですと渡辺名人が、まあ、名人というタイトルを持っていて上位者という扱いになりますので、はい、渡辺名人が上座、はい、画面左ですね。で、羽生九段が画面右下座ということになります。続いて渡辺名人が入室されました。はい、上座に座って、今扇子の位置を確認したりしてますね、はい、そして一礼をして上位者である渡辺名人が駒箱を取られました。はい、今ここはマナーで必ず対局の相手と向かい合って座ったら、はい、駒箱を開ける前に必ず一礼ご指名するというところがテーマになっていますね、はい、手番の上に駒を出しまして、はい、上位者である渡辺名人から駒を並べていきます。王将ですね、はい、で、下座に座っている羽生九段が玉将というふうにして、はい、順番に駒を並べていっているところ、はい、お二人とも同じ並べ方をされているんですね。あ、そうですね、まだここまではですね、はい、並べ方2種類ありまして、はい、どちらかがまだ判明していないという並べ方ですね、うんうん、はい、まず中央にこう王玉を置いて左側から置いていくんですね。左の金右の金、はい、左右と並べていて、うん、香車を並べていきますとここまで1段目の駒全部並べたんですが、この並べ方は、大橋流という並べ方ですね、はいはい、2人ともその大橋流という、駒の並べ方をしていまして、まあ、プロ棋士の中でもこの大橋流で並べるっていうのが圧倒的に多いですね。もう一つは伊藤流というんですが、はい、まあ、伊藤流はどちらかというと下位者が上位者に対して敬意を払う並べ方と、うんうん、いう形になってますが、まあ、このお二人はトップ棋士同士ですので、はい、大橋流で並べていったということになります。
こうして一枚一枚こう気持ちを込めて丁寧に並べていくんですね。そうですね。はい。余っている符の符の2枚を、駒箱の中に今戻したところですね。はい。そして将棋盤の下に駒箱をこうしまうんですね。で今記録係が立ち上がりまして、振り駒といってですね、あの上位者の真ん中から5枚の符を取りまして、はい、駒を振ってですね、表と裏どちらが多く出たかによって先手と後手を決めるという作業をしております、はい、渡辺先生の振り出戦です。と金が4枚です。一度すべての駒を並べてからこのように振るんですね。そうですね、はい、でまた中央の駒を並べ直してという流れになります。それでは両対局者のプロフィールをご紹介いたします。渡辺明名人です。1984年4月23日生まれ、37歳です。2000年4月四段昇段、中学3年生の時プロ四段昇段を決めました。2021年10月現在、名人、棋王、王将の三冠保持、タイトル戦登場回数は合計39回、タイトル獲得は合計29期です。永世竜王、永世棋王の有資格者です。続きまして羽生善治九段です。1970年9月27日生まれ、50歳です。1985年四段、中学生棋士となりました。1996年史上初の七冠達成、2017年史上初の永世七冠達成、タイトル戦登場回数は合計137回、タイトル獲得合計は99期となっています。2018年には国民栄誉賞を受賞されました。時間となりました。羽生善治九段の先手番でお願いいたします。お願いします。対局が始まった模様です。先手は羽生九段、後手は渡辺名人となりました。それでは野月八段、解説よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。7六歩、8四歩と進んでいきました、はい。先ほどの振り駒はと金が4枚出たと、裏が4枚出て、羽生九段の先手番ということですね、はい。そして2六歩と、はい、このお互いに飛車先の歩をですね、伸ばし合うのを居飛車と言いまして、はい、2人とも居飛車なので相居飛車ということになりますね。はい、まああの公式戦、タイトル戦なんかでもよく出てくる、そのオープニング出だしとなっております、はい。そして後手は3二金と上がりました、はい。これはどういった意味ですか？そうですね、あの歩が伸びてくる前に、あの角の頭ですね、弱点を守ったということですね。先手2五歩です、はい。後手8五歩です。お互い飛車先をこう伸ばし合って、そうですね、まあ序盤の戦い方としては一番自然な戦い方となっております。はい。先手7七角、はい、まあ、これはこの飛車先の攻めを角で受けたという指し方ですね、はい。後手も角道を開けました。3四歩です、はい。
先手8八銀。そうですね、あの角と角が向かい合って交換の形になるので、はい、交換された後にこの銀で取ろうということで8八銀と上がりました、はい、ということで後手の方から角を交換しました、はい、7七角成です。先手7七同じく銀。はい、これは角を交換した、お互いに飛車先を伸ばし合って角を交換したということで、はい、角換わりという戦法ですね、はい、後手2二銀。まあ、角換わりの戦法でもですね、種類が何種類かありまして、はい、このお互いの銀がどこに行くかによって戦法名が変わってくるんですね、うん、現段階ではまだそれが決まっていないという段階になっています、はい、先手は4八銀と上がりました、はい。まあ、このあたりはもう序盤の定石という形で、うんうん、ある程度決まった進行になってますね。後手3三銀、はい、こちらもやはり飛車先の交換を受けた。そうですね、銀が上がってこの地点を受けて、この銀と金が並んでいるのが好形、良い形と言われてますね、はい、先手7八金、はい、とてもよく似た形になりましたね。そうですね、後手6二銀です、はい、これで全く同じ、先手と後手が同じ形になっているという、はい、ことですね。先手4六歩です、はい、これは銀が上がって一つ上がってこちらに行く、はい、真ん中の歩の上に上がっていこうとしてるんですね。これは何という名前なんですか。歩の上に銀が腰掛けるので、はい、腰掛け銀という形になります。面白い名前ですね。そうですね、はい、で後手も6四歩と、はい、つきましたね。先手4七銀、はい、この持ち時間が短い将棋、お互いに持ち時間15分ということで、はい、まあ早指しの部類なんですが、うん、結構比較的ですね、指し手がゆっくりしていて、うん、こう一手一手優雅な指し手ですね、はい、6三銀、はい、と後手がついていっているような同じ形が続いていますね。そうですね、もうこれは定石としてほぼ同じ形で戦いの直前までいくと。先手3六歩です。後手7四歩。この角換わり戦法はですね、結構端歩をつくんですけれども、はい、お互いこちら側の端歩とこちら側の端歩どのタイミングでつくか、うん、またどちら側からつくかによって、はい、形が分かれたりするんですね。まあ、全部付き合うっていうこともあるんですけれども、はい、場合によってはこちらだけついて相手が受けないとかそういうこともあったりします、ね、はい、いろいろ細かい組み合わせがあるんですね。ありますね、それによって変わってきますね、はい。先手6八玉。後手4二玉、はい、先手3七桂。王様を少しこう飛車から遠のいた場所に持って、ね、先手としてはこちら側に囲う、はい、まあ、ここにいる場合もあればこここことですね、はい、それぞれ囲う形になってます。後手7三桂。同じ形で追従してますね、はい、先手9六歩。こちらの歩からつきましたね。あ、そうですね、玉側の歩からついて、はい、まあ、後手も9四歩と受けるか、はい、1四歩とつくか他の手を指すかというのに分かれます、はい、後手1四歩でした、はい、
先手1六歩、はいはい、先手側は結構両方の端つくことが多いですね、はい、ここで後手の方が飛車を引きまして8一飛車です。9四歩はつかなかったんですね。そうですね、あの先手と後手もほぼ同じ形で進んでるので、はい、9四歩を省略して一手を指すと、はい、端の分を違う手に、変えていくということですね。なるほど、普通に進んでいったら先手の方から攻める展開になりそうなところですが、今回はもしかしたら後手から攻めるかもしれない。そうですね、という感じでしょうか、はい、先手2九飛車、後手6二金、はい、この形がですね、あのこの角換わりの将棋でここ数年流行ってる形ですね、はい、飛車が下段にお互いいて、はい、金が6二玉が4二、まあ、先手も6八玉と、まあ、金をまっすぐ上がったりして戦うという形が流行ってますね、はい、かなり陣形は薄いんですけれども攻撃力のある形となっています。このお互いの金がですね、後で桂馬が跳ねたり銀が動いていったりした時に、はい、このエリアをですね金でバランスよく守ってるんですね。なるほど、ですから、はい、玉のそばにはいないんですけれども離れてるんですけどエリアを守ってるという金になります。バランスの良い将棋という。そうですね、その分玉が薄いので、はい、あの攻め合いになった時はかなり激しくなる戦法ですね、うん、それではここで将棋会館の紹介をしたいと思います。本日の対局は東京渋谷区千駄ヶ谷にあります将棋会館の特別対局室からお送りしております。将棋会館は1976年に建設、日本将棋連盟の本部です。最寄りの駅は JR 千駄ヶ谷駅、東京メトロ大江戸線国立競技場駅、また東京メトロ副都心線の北参道駅から徒歩7分の場所にあります。将棋会館の1階には売店があり、将棋の盤や駒、棋士が対局の際に身につけている扇子など将棋グッズを販売しています。2階は将棋のルールが分かればどなたでも対局できる道場があります。子どもからシニアまで幅広い年代層のアマチュアの方が将棋を指しています。営業時間は事前にお問い合わせください。そして本日の対局場となっている特別対局室は畳18畳の広さ、数々のタイトル戦や記憶に新しいとこでは藤井聡太当時四段が29連勝をした際に使用されました。また将棋連盟関西本部のある関西将棋会館についてもご紹介いたします。こちらは大阪駅の隣、福島駅から徒歩5分のところにあります。1階に売店、2階に道場があります。こちらは対局室です。特に注目は最上階5階にあります江戸城本丸御黒書院を模した対局室、最も格の高い部屋が御上段の間です。他の間より1段高く作られた床の間には歴代永世名人の書が掛け軸でかかっています。ということで東西の、対局室をご覧いただきましたけれども、はい、野月先生は道場に行かれたことなどはございますか？ありますね、あの子供の頃に行ったりとか指導でも行ったことがありまして、まあ、あの多くのファンの方が将棋を指してますね。で、まあ、この特別対局室はまあ、あの
本当に選ばれた対局が行われる部屋でして、あのこの画面正面対局者の奥に映ってる襖もですね、非常に綺麗な襖が飾られてますし、こう厳かな雰囲気で戦う部屋となっておりますね。また関西の御上段の間、あの東京でいう特別対局室にあたる部屋はですね、まあ、一段高くなってまして、ここも特別な作りとなっていて、対局してる時もですね、やっぱり気が引き締まる感じがしますね。まあ、この対局はですね、やはり畳の上で行われていまして、畳の上に座布団を敷いて、その上に正座という座り方をして指すんですけれども、あの対局室の横に置いてある台はですね、狂速といいまして、はい、まあ、たまにですね、こう持ち時間が長い棋戦ですと肘をこうかけてちょっとリラックスしたりする、はい、あの日本の伝統的なものですね。今羽生九段が動かして、ちょうど引き寄せましたね、はい、狂速の上に肘を乗せてますけれども、はい、これもずっと日本古来から続く、うん、畳の上の、道具ですね。そして、ね、先ほど渡辺名人が扇子を手に取られましたけれども、はい、やはり棋士の先生方は皆さんこう対局中にこう扇子を持たれる方が、ね、そうですね、まあ、仰ぐこともありますし、うん、扇子は両端が木 の板で作ってまして、はい、まあ、その中に和紙というですね、日本のこう、うん、伝統文化の紙でこう作られてるんですけれども、その折り目をですね、こう手で持ってリズムを取ったりとか、折り目をパチンとしてですね、リズムを取るなんていうこともありますし、なんかあると安心する道具ですね。と言っている間にですね、はい、局面が少し進んだでしょうか。そうですね、はい、まあ、まだ戦いは始まってないんですけれども、局面がかなり進んでいきましたね、まあ、今この対局室ですか、お二人とも考えている姿勢が違いまして、はい、羽生九段は座布団の上に拳を置いてです ね、うん、ですね、前傾姿勢で考えてまして、はい、渡辺名人は背筋を伸ばして、考えていると。それぞれ対局中っていうのはですね、考える姿勢がありまして、自分が一番集中できる考え方となってますね、はい、そのあたりにも個性が出ますね、はいはい、指し手が少し進んだので解説していきましょう、はいはい、この局面から後手5四銀、はい、先手9五歩、はい、端歩をつきましたね。後手4四歩、先手5六銀、はい、両方ともこの歩の頭に腰掛けたと、はい、後手3一玉、はい、玉を、まあ、この辺りから戦いが始まるのでちょっと遠ざけたというところですね。先手3八金、はい、そうですね、この辺り難しいところ、うん、このまま戦うのもあるんですが、はい、こちらからも行けるんですが、一回上がって寄るというふうにちょっとタイミングをずらしたと、ね、相手に何か一手刺させようということですね、はい、間合いを測っている感じですね、はいはい、後手2二玉、はい、そこで先手が4五歩と、そうですね、玉をこう入ったのはですね、はい、囲いの中に入城するということになるんですが、飛車の頭に来たという意味もあるので、この一手をこう3八金と寄ることによって一手刺させたところで仕掛けたという局面ですね、はい、後手が同じく歩と取りました、はい、で同じく桂と取ったんですね、はい、で4四銀と、これ銀取りとなってますの で、はい、でこの桂馬を取っても取り返されてしまうので、うん、こう銀が逃げたと
はいはい、そこで4六歩と桂馬を支えたんですね、はいはい、これは自然な一手で玉の頭2四歩同歩同飛車と攻めることもできるんですが、一回2三歩とですね受けて、うん、飛車が逃げた後にですねこの桂馬を取られてしまう可能性があるんですね。でこの2筋っていうのは結構いつでも攻められそうなので、一回桂馬をこう取られないように支えたというところですね。こちら4筋の歩仕掛けていってもう一回打って、ちょっと不思議な感じがするんですけれども、はい、ここに桂馬が跳ねられたということに満足してこう一回我慢したですね。なるほど、はい、結構高等戦術で、はい、まあ、ここら辺も定石系となっていて、過去に前例もありますね、はい、で後手も4三歩とですねこの銀の下に歩を支えたんですね。お互い歩が戻った形になったんですね。そうですね、交換したのに歩を受けたということで、はい、まあ、このやり取りを解説すると1時間以上かかってしまうのでちょっと省略するんですけれども、はい、こちらは桂馬を支えたと。で後手はこの銀がですね結構浮き駒になってるんですね。例えばこの歩がいなかったりすると、はい、2四歩同歩同飛車というような感じで大手と銀取りになったり、この銀が浮き駒になってるのが結構狙われやすいので、はい、それを守ったんですね、はいはい、で先手は6六歩と歩を突きました、はい、まあ、これ歩が打ってないと、例えばいつか角を打ってですね、うん、銀取りにして攻めるなんていうこともできるんですが、はい、先に受けられてるのでこう角を打つ攻めっていうのはあまり厳しくなくなったんですね、うん、そこで6六歩と歩を突きましたと、はい、まあ、お互いにですねこれ戦いが始まるんですけれども、こう攻め合いになると非常に激しいんですけれども、こうちょっと攻めて相手が受けてきたら自分も自陣に一手かけて受けるというふうに、こう押したり引いたりする展開となってますね、はい、本格的な戦いはまだこの後という感じですね。そうですね、もう少し後になりますね、はい、ただいつでも激しい戦い攻め合いになる可能性は秘めているので、うんうん、両対局者ともその激しくなる順を警戒しながら、こう微妙に陣形の整備をしながら進めているという局面になりますね、はい。国際将棋フォーラムはですね1999年から行われているということで、はいはい、もうだいぶ長く開催されているんですけれども、その間にどんどん、ね、海外でこう将棋を指される方が増えてきたなという印象があります、はい、野月先生は海外普及のエピソードなど教えていただいてもいいですか？そうですね、もう私も北尾さんと同様にかなりの国にこう足を運んでるんですけど、一番最初にその海外で将棋を指したのは、うん、私がこのプロ棋士になったのが1996年なんですね。まだ国際フォーラムが開催される前なんですが、はい、棋士になった10日後棋士として認められた10日後ぐらいにはもう自分の公式戦の対局をする前に海外に行きまして、その時はオランダとイギリスとドイツの3カ国。そうだったんですね、はい、北島忠夫さんという棋士とにくっついて一緒に行ってきたんですけれども、はいはい、そこで、まあ、各地で将棋を指したり、あとドイツでは小さな大会が行われていて、まあ、ドイツ国内だったり他の国からも選手が来られたんですけれども、一つのこうホテルをですね借り切って、小さなホテルなんですけど借り切って3日間こう大会をやったんですけれども、長いですね。そうですね、選手たちが数十人何十人か来ていて、はい、3日間で結構寝る間も惜しんで指導対局した印象ですね。夜遅くなっても代わる代わる選手が来て、はい、1局将棋を教えてくださいっていう状態、まあ、海外行くとねよくあるんですけれども、はい、こちらは1人しかいなくて、あ、そろそろ疲れたなと思っても選手たちはねちょっと休んでこう順番に入れ替わってくるので、はい、何局ぐらいですかね、本当に
3日間ずっと将棋を指してた印象ですね。あちらの方にしてみたらそのプロの棋士の先生に会えるっていうことはもう本当に珍しい、もう貴重な機会だと思うので、はい、もう嬉しくてもう毎日話さないぞという感じだったんじゃないでしょうか。あ、そうですね。まあ、ただまあ行くからにはねいつもそんな感じなので、その一番最初の1回目はびっくりしましたけど、はい、次からもうそういうもんだと思って、うん、行く前にこう体力を温存して、まあ、あの数多く将棋指してこようとか、はい、あのやっぱり棋士が行くと将棋指すっていうのもそうですし、将棋についての質問攻めっていうのも多いですよね、はい、例えば戦法について聞かれるとか、あと場合によってはあの大会で今指したばかりの選手が来て、はい、今指した将棋見てくれと、でそれでアドバイスしてほしいとか、はい、その次の対局のこう狭間に来て、うん、なんか駆け足で急ぎでこういろいろ聞いていくとか、そういうのがなんか微笑ましいというか、こちらとしても寸暇を惜しんでこう勉強している感じですよ ね、 そうですね、うん、でもやっぱりそういう熱意を感じると、はい、あの海外行って、まあ、あのいろんな国で、まあ、将棋の楽しみ方っていうのは国によって違うでしょうけど、うんうん、私たちもこう勉強になる部分もあり、その海外の方から熱意をいただいて、まあ、さらに頑張ろうっていう気持ちになったりもしますね、はい、北尾さんはいかがですか？そうですね、私もこれまでだいたい30カ国ぐらいにあの行ってきたんですけれども、はい、本当にあのいろんな各地でですね熱心にこう将棋を楽しまれている方がいるなという印象 で、 私の中でこう印象的なのがですね、やっぱりどの場所にもすごい熱心に普及活動されている方がいらっしゃるんですよね、うん、で現地の方でそのなんて言うんでしょうね、いろんなその現地の言葉で本を出版されたりとか、あそうですよね、そのやっぱり日本のまあ漢字を使ったあのコマですと普及が大変ということで、うん、自作のコマでね普及されていたりとか、まあ、そういった工夫を目の当たりにして、いや本当に世界中に熱心な方がいるなというふうに感動しています。そうですね、今はオンラインでね、はい、将棋を指したりもできるので、うん、はい、あのそれぞれの国にいながら海外の方とこう将棋楽しんだりとかできる時代ですもんね。ちょっと今なんか一気に進みましたね。はい、ここで後手が今6六歩と突いた局面で3三桂と桂馬を跳ねて、これは桂交換しようっていうことですね。で2四歩と突きまして、同じく歩、はい、同じく飛車王手ですね。あ、失礼しました。で2三歩と受けまして、2九飛車と引きまして、で4五桂と取ったんですね。はい、同歩、はい、同銀、そうですね、ここでまあ銀を引く、おとなしく銀を引く指し方もあるんですが、うん、先手はその前にこう2筋で歩を持ってるので、うん、はい、こう角と桂馬と歩を持ってると結構攻め味があるんですね。例えば端を突いて、はい、同歩でこう1三歩と垂らしてですね、はい、取ると桂馬で両取りとか、うん、取らないと次にまあ王手する手もありますし、こうやって香車走ってですね、はい、玉のそばの端から攻めるなんていう手もありますし、うん、まあ、場合によってはこう端突くところでこの3筋を突き捨ててですね、はい、同歩3四歩、うん、同銀4六桂などですね、いろいろな攻め筋があるんですね。 ですね、はい、ですからここはですね銀を引かずに強く同銀と取っていったというところですね。右で取りまして、同銀、はい、こちらも取り返して同銀と進んでおります。そうですね、お互いに角と銀と桂馬と歩を持っているという局面ですね。でそこで先手は6三銀とですね、はい、銀を打っていったんですね。この銀はただに見えますが、はい、これはよくある手筋で、はい、この飛車とですね金の形にはこう銀交換になった後出てくるんですね、はい、取りますと、はい、飛車取りに角を打つんですね。7二角と打ったのがこう飛車と金の両取り、なんと両取りになってしまうんですね、
先にこう損をするんですけれども後から取り返せると。そうですね。で飛車を取らせるわけにはいかないので飛車を逃げるんですが、うん、はい、逃げた後に6三角成とですねこう金を取り返すと、うん、先に銀は損したんですが、はい、取り返すことができる。より、で、はい、馬作った形で今銀がここにいるので次銀取りとか桂取りにもなってるんですね。どんどん両取りが続いていくんですね。そうなんですよ。はい、ですからこの銀はですね結構覚えておくと良い銀打ちですね、はい、ただのように見えるんですが取ると大変なことになってしまうんです、ね、そうですね、まあ、取る可能性もありますよ、はい、あるんですけれども、うん、まあ、取らない方が例えば一回こう歩を突いて様子を見るとか、はい、まあ、金を引く、うんうん、こう飛車をくっつけてですね、はい、置くとか指し方はあるんですがちょっと受け方が悩ましいですね、うん、この辺りは結構ですねこう銀打ちは予想してるんですけど結構厳しいのでちょっと考える局面ではありますね、はい、10秒。後手の方からこう守りの桂馬をぶつけていったという感じなんですけれども、はい、20秒よくしに行ってるという。あ、いや、まあ定石ということで、まあ、桂馬を渡してもこの銀がいる限りあんまり桂馬の使い道がないということなんですね、うんうん、はい、ここで、先ほど解説にありました8六歩、はい、金取りを無視して歩を突くんですね、はい、これ金が取れるんですが金を取るとですねやっぱりこう8七歩成とですね飛車が効いていて玉のそばから突破されるので、はい、これはまずいですね。なるほど。この歩は一回相手にしないといけないところです、はい、同歩と取られます、はい、10秒、はい、まあ、銀で取る手もあるんですが、はい、玉の周りがちょっと守りが薄くなるので、うん、はい、歩で取るところが多いですね。20秒。1、2、3、4、5、6、7、4七銀と打ちましたね、はい、こちらもやはり、はい取ると両取りの形になる、ね、そうですね。渡辺名人は時間を使い切って秒読みに入って、はい、うん、こう時間に追われてというか秒を読まれまして、うん、今4七銀を決行した局面ですね、はい、お互いなんか取れる駒が、そうですね、金取り金取りで、はい、あちこちでこう、うん、あの駒がぶつかって戦いが起こっているのがこの角換わり将棋の特徴ですね、はい。でも対局室今あの羽生九段の手番で考えてるんですけども、まあ、やっぱりこう和服を着てですねこの畳の上で指すというのはですねあの日本文化の非常に良いところ綺麗なところで、まあ、我々もですね普段こう見かける対局姿ではあるんですけれども何かこう優雅で美しい、そうですね、はい、本当にあの対局室には日本のこう伝統美の全てが詰まっているといいますか、もう本当に日本のものだけで構成されてますよね。そうですね、やっぱりあのこう椅子に座って対局するということもあるんですけれども、はい、まあ、やっぱりですねこの畳の上で座布団敷いて正座する、はい、まあ、こう正座もね海外の方から見るとすぐに足しびれて普段慣れないもので足しびれるんじゃないかと思うんですけど、我々はその子どもの頃プロになる前から慣れていまして、まあ、実際足はしびれるんですよ。しびれるんですけれども座り方だったりとか、はい、あと局面に集中してると、まあ、そのしびれなんかも感じなかったりしますので、うん、やっぱりこう見た目が美しいという部分はこの勝負戦いでどっちが勝つかっていうのも大事なんですが、はい、こうこの対局室のですね見た目の美しさっていうのもやっぱり我々がこう重要だと思ってる部分ですね。あとこう私もあの服を着ることがあるんですけれども、やっぱりこう帯がこう締まっているとこう背筋がこうキュッと伸びて姿勢が良くなるんですよね、はい、でこの、あのところからこう盤を見下ろすとやっぱりこう10秒一つ筋が通るというか気持ちが通るような
印象がいたします。そうですね、渡辺名人も背筋をずっと伸ばして考えてますね。まあ、終盤になったら結構前のめりになったりすることもあるんですけれども、今気持ちが入ってますね。さあ、この4七銀を同金と取られました。そうですね、まあ、お互いに迷うところなんですが、あのそれぞれの言い分としては、先手の方が玉が6八にいる分この銀から近いんですね、はい、だから先手の方がなんとか対処しなければいけないという局面になってます。20秒1、2、3、4、5、6、予定の角打ちですね、はい、3八角と。そうですね、これ飛車がどこに逃げるかっていうのは結構重要なポイントですね、はい、逃げ場所が縦横にいっぱいあるんですけれども、さすがに飛車を取らせるわけにはいかない、ね、うん、今のところいかない。飛車がいなくなるとこちらの玉がね、なかなか寄りつかなくなってしまうので、はい、逃げるでしょうね。逃げませんでしたね一回5五角とですね、はい、王手をして受け方を聞いたんですね、はい、あの玉を逃げるのか、まあ、逃げないと思います。桂馬をどこかに受けると思うんですが、はい、逃げたりしたらそこで飛車見捨てて攻めるとかっていうのも考えられそうです、ね、20秒1、はい、で、こう王手もしてるんですが、角をこちらに効かせておくっていうのも一つ重要なポイントですね。なるほど、受けにも少し効いているということですね、はい、44桂とですね、3三と44があったんですが、4四は自陣の空間を空けつつ、この桂馬を場合によっては攻めに使おうということも考えてますね、はい、で角を打った後飛車を逃げると思います。今度は2八ですかね。なるほど、金を引きましたね。ちょっと驚き、飛車を逃げるかと思ったら、はい、金の方を逃げましたね10秒、はい、飛車はもう取らせて、飛車取られる間に金を取って勝負しようってことですね。で、なぜ角打ってあるかというと、これを取った後に20秒こう飛車打つような手、横撃が厳しいんですが、はい、角でそれを打たせないようにしてるっていうのが、先手の考え方ですね、はい、実戦も2九角成とですね、はい、飛車を取りました。ここは金を取る一手ですね。こう、はい、次に銀を取られたら大変なことになってしまうので、うん、これ成らずですかね。成りで取る、成らずで取るって結構あるんですが、成りで取るとこの成り銀の使い方が結構重いんですね、うん、でならずで取ると桂馬を取る手とか、場合によってはこれ歩をまたならずですかね、はい、こっちに使ってこの桂馬も取ってしまうというのも一つの狙いとなります。ならずで取りましたね、はい、20秒1、2、3、4、5、形勢は非常に難しそうですね。局面はほぼ合格と。ここで8五桂と跳ねました。これはですね、今不成で取って取られそうな桂馬なので、はい、逃げたということです。歩の前ですけれども、はい、でこれ角を打って守りに効かせたんですが、角が浮き駒となってるんですね、はい、そのため生じた一手で、取ると同歩ですと同飛車と取った手がこの角取りと飛車成りの両方狙ってると、はい、十字飛車という形になりますね、はい。ということでこれはちょっと取りにくいですか。10秒、まあ、取る手もあるとは思いますが、逃げましたね。8八銀と銀を逃げました、はい、うん、こう桂馬跳ねて、まあ、次に取ろうとしてるんですね。こう銀が逃げたことによって飛車の突破ができなくなってるので次に取るということですね。その間に今度は5四歩とついて角取りです、はい、角の位置をずらしたということですね、はい、こう玉の方に効いてるので、まあ、こっちに行ってほしいと、うん、しかし他に逃げる場所もちょっとこっちは行きづらいですね、はい、こう銀が出てきたりするので、はい、こちらに行くんでしょうね、はい、はい、実戦も行きまし た, ました。まあ、ただこう玉からはそれたんですが、角が行ってもこちらには効いてますので、うん、結構嫌なところで、ただ角をずらすと同時にここにいた歩がですねいなくなったので、いつかこう
王手で叩く、はい、手を狙ったりもしてますね。3、4、5、6、7、8、すぐに打ちましたね、はい、6、7歩と王手ですね、はい、迷うところですね。同金か同玉か、はい、こうは取りづらいですね。同玉はですね、はい、この地点にも駒がいっぱい効いてるので、場合によっていつかこう銀が出て攻めるような手も、同歩銀が出て同歩、はい、同馬のような手も出てきますし、あと飛車で王手されるような手も厳しいですね、はい、うん、ということはこの歩は金で取ることに、はい、実戦も金で取りましたね、はい、そのように進みました。でこれこちら側玉の逃げ場所としては桂馬がいるんでこちらにも行けない、うん、こちら行っても銀が邪魔ってなってたんですが、金で取ることによってこの金銀の連結は離れてしまうんですけれども、場合によってはこう逃げ出すとも考えてますね。ありますね、はい、3五桂と跳ね出します。これが角をずらした効果ですね。そうですね、桂馬を使ったと、この金を攻めてるんですね、まあ、これは引くか寄るかですね。基本は寄る方が多いと思いますね。3、4、はい、寄られました。5、8、金です、はい、ここで後手の渡辺名人からうまい攻めがあったら後手が良くなる、はい、なければ次にこう玉が寄れるとですね、また金も寄って硬くなるんですね。どんどん装備されてしまいますね、はい、なのでここら辺うまく指した方が良くなりそうな局面になりますね。20秒1、先手としてはこの桂馬を取る手も残ってるので楽しみが多いですね。5、6、7、将棋盤全体で戦いが行われていてもどこを手をつけていいのか。そうですね、本当に難しい戦いですね。6三歩と歩を取ったんですね。これはまた角をどちらに行くか、例えばこちらに行くと、はい、玉のそばに馬ができるんですが香車を取ることも、うん、飛車を打つこともできます。でこちらに打ったら玉からは離れていくということですね。5三になりました、はい、これはもう攻め、玉を攻める攻め合いを狙った一手ですね。次にこの4四歩とかここから攻めていこうとなる手は、なるとほとんどこの玉に対して詰めろがかかってますし、20秒1、同歩と取ると同馬が王手銀取りになると受けにくいですね、はい、で28飛車と、はい、飛車を打ちました。角の筋がそれたので、はい、狙いの、そうですね、これは放っておくと次に馬を引いた、これ取れないですからね、取ると、はい、取られてしまう。馬を引くとか、はい、桂を成るという攻めも狙ってますね。どちらも厳しそうですね。そうですね。3、4、5、6、何か受けるでしょうね。3七銀と、はい、これは飛車取りであると同時にその桂成りも防ぎますし、はい、飛車がここになったとすると馬引く手も防いでるんですね。あ、銀も取られてしまいそうですが、はい、その間にという感じ。そうですね、今こう銀打って多分飛車が鳴ると思うんですね。3、4、5、6、7、8、はい、3、8、飛車鳴るんです、はい、この瞬間に例えば、まあ、さらに馬を引いて銀を守りつつここを強化するなんていう手も考えられますし、はい、先ほど言った4四歩というような手で攻め合い、もしくは3三歩、うん、とこの金から直接行ったり2五桂と打って逃げ道封鎖しつつ次の3三歩を狙うなんていうのも考えられますね。歩がたくさんあるといろんな手がありますね、はい、実際は2五桂と打ちましたね、はい、次の3三歩同金としてこれ取るんじゃないんですね。取ると玉が上に逃げられるんで金を上にやってから4二馬のような攻めを狙ってますね、はい、で一方先手陣はこれ銀を取られたとしても理由がこの玉の列から動くんですね。でちょっと安全詰まないので攻め合い勝ちできるという読みだと思います。2四歩と、はい、はい、そうですね、これは銀を取る余裕はないので
10秒、玉の逃げ道を作ったと、まあ、これでも3三歩と打つでしょうね、はい、この局面自体見えますが、はい、先手が優勢になったと思います。20秒12、かなり厳しいですね。こう桂馬で玉の逃げ道を防いで2四歩としたんですが、こう馬も効いてますし、まだ桂馬取られてないので上に逃げ出すことができなくなったので、うん、これはかなり厳しいですね、はい、放っておくと次に3二歩成と金を取って後手のこの玉は詰みとなる。2三歩と逃げました、はい、取っても同桂成と取られて同金あるんですが、はい、同桂成同玉とした局面で、こう4四歩と打つ、ここに歩を打つのがいつでもいい手なんですね。次に4三歩成、はい、で同歩と取ると4三金と打ってですね寄せになるので、この3三歩は取れないということで、はい、2三に逃げた方針ですね、はい、先手は4二馬ですね、はい、これで4三と4二両方あるんですが2三手後を考えてるんですね。これ4二にした理由は、はい、桂馬を取ります。で歩がなってこう玉が逃げ出すときに馬が効いていて、そこに効いてるんですね、はい、まあ、こっちだと逃げる手が出てくるんですね、はいはい、もしかしたら入玉とかそういったことにもつながっていそうなんですが、はい、なるほど、2四に効いているのがポイントですね。10秒、はい、実戦は2五歩と取りましたね、はい、桂馬を外して、はい、20秒12、先手が寄せられるかどうかということですが、これは先手が寄せ切りましたね。3二歩なり1三玉と逃げるよりないんですが、2四歩と打つのが厳しいですね、はい、まあ、と金を引くでも良さそうですね、はい、これでもいいですし2四歩と打って同金に3三馬と引く手も次の2二馬が厳しいですね。なるほど、これは次に詰ますぞという詰めろ、ね、金を引いたとしても2四金と捨てて同金2二馬までの詰みが出てくると、はい、10秒今1三玉と逃げた局面ですね、はい、まあ、3三と金か2四歩か20秒1、まあ、1五歩というのも考えられますが2四歩を打ちました。これは先ほど解説したように馬を3三に引く狙いがあると。10秒。両対局者との姿勢はずっと変わらないですね。羽生九段がやや前傾姿勢で渡辺名人は背筋を伸ばしていると。2四同じく金と。10秒そうですね、この局面で3三馬と引く手が厳しそうですね。20秒1、2、3、10秒。後手の玉は逃げ道がないですね。1五歩とついても同歩と取られる形なんで、はい、まあ必死という受けなしの形になりますね、うん、20秒1、2、3、4、5、6、7、はい、竜を切って王手、はい、まあ、これはですね先手玉に迫ってるんですが、はい、先手玉を詰ますというよりは同玉にですね2三金打ちと一回受けようとしてるんですね、はい、まあ、これは取る一手ですね。逃げたら頭金で詰むので、はい、同玉と取りますね、はい、実戦も取りました。で先手の玉はこちら側が広いので金と桂じゃ詰まないんですね。ですから今取った金をここに受けようとしてるんですね、はい、実戦も打ちましたね、はい、これはどうなるんでしょうか。そうですね、馬取り、まあ馬逃げても先手が少しいいかもしれないんですが、はい、ここ2二金と打ってですね、
攻めていくでしょうね、はい、これ自体は次に取って同金と取った局面で金が入りましたので、はい、14金と打って同金22馬での詰みです。23馬同玉で飛車を22から打っても詰みなので、はい、詰めろになりますね。なるほど。実戦も22金と、はい、打ちました。振りほどけないような形。10秒。あ、22飛車を打ったんですね。まあ同じ意味ですね、金も飛車も。うん、そうですね、この端が詰まってこう上に行けない形なので受けが難しいですね。はい、5五桂と桂馬を打ちました。まあこれは攻める手なんですが、まあこちらが受けがないので、あの将棋でいう形作りという手ですね。あのもうこちらの渡辺名人にとっては玉が詰むのは分かってるんですが、まあ、あの攻める手を指して詰ましてくださいという形を作るとよく言うんですが、最後に綺麗な投了図を作る一手なので、もう勝とうとかいう気持ちはなく10秒ですね。で実戦は2、3、3、はい、同金。これ同馬と取ると同玉と取ってですね、はい、先ほどと同馬同玉となると飛車がないので金3枚ですと、これ意外とひょろひょろ上が逃げられて、これは詰まないですね、はい、ですから正解手順はですね、正しくは2四金と実戦も打ちましたね。10秒、はい、20秒1まで101手にて羽生九段の勝ちとなりました。まで101点をもちまして羽生九段の勝ちとなりました。投了図以下の解説をお願いいたします。はい、現局面はこう2四金とですね、持ち駒の金を打って投了となりました。はい、これは同金と取りますと、はい、そうですね、玉が逃げると2三金とですね、はい、取って動けないですので詰みと。で同金と取るくらいなんですが、はい、同金とですね、この金を取らせて、金を上に行かせたんですね。こう逃げ道を消しつつ、ここにいた金が動いたので、馬が22馬とこちらに行って詰みとなります。はい、本局を振り返っていかがでしょうか。はい、そうですね。あの角換わり腰掛け銀のこのお互いに飛車が下段にいる最新形からですね、4筋で戦いが始まって、で途中で角銀桂馬歩といっぱい駒を交換して、こう6三銀とですね、銀を打って、後手もですね、その直後に4七銀とですね、金取りに銀を打ち合う、こう激しい攻め合いとなったんですが、そうですね、途中でこの金と飛車両取り角でかけられたんですが、飛車を見捨ててですね、攻め合った羽生九段の判断が良かったと思いますね。でそこからはですね、あの渡辺名人もですね、こう桂馬を跳ねたり、反撃を見せたんですが、羽生九段が、正確に指して勝利まで持っていったという一局だと思います。はい、本当に駒の飛び交うすごく華やかな将棋でしたね。そうですね、やっぱりトップ棋士の、はい、こうギリギリの勝負術というのを、楽しめた一局かなと思います。野口先生、解説ありがとうございました。それではこの後、両対局者にお越しいただきます。両対局者にお越しいただきました。本局の感想をお聞きしたいと思います。まず羽生九段、感想をお願いします。まあ、あの角換わり腰掛け銀の定石形で、まあ、最初は結構じっくり
っとした展開だったんですけれども、まあ、途中から結構ものすごくこう激しい展開になって、まあ、目まぐるしい、そうですね、展開がずっと続いていたかなと思います。なんかまあ終始いろいろ難しかったような感じで指していました。はい、ありがとうございます。続きまして渡辺名人お願いします。はい、そうですね、まあ、中盤戦からまあ激しくなりまして、まあ駒を取り合う展開だったんですけども、まあ、その後そうですね、まあ、うまく緩急をつけられて指されてしまって少し苦しくなっていったかなっていう、まあ、そういう、はい、将棋でした。ありがとうございます。それでは少し感想戦をさせていただきたいと思います。現局面は羽生九段が6三銀と打った手に対しまして渡辺名人が8六歩と歩を突き捨てて同歩と取った局面ですね。このあたりお二人それぞれ印象をお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。そうですね、まあお互いに持ち駒結構持ってこの瞬間が何やられるか非常にわからない展開のと、あとこちらが矢倉の囲いの中に入ってないんで玉がここということですね。そうですね、まあ当たりが強いのでなんかそれをうまく、まあ、回避できる順はないかなと思いながら考えていました。ありがとうございます。渡辺名人は、はい、まあ、今6三銀打たれて、まあ、それに対する対応が後手としては課題になっている場面なんで、まあ、どうやって切り返そうかなっていうところだったですかね。はい、結構攻め合いを考えていたということですか。あ、そうですね、6三銀で部分的には受からないので、まあ、4七銀は遅から早かで打ち合っていくんですけど、まあそうですね、銀を6三の銀を1回取るべきかどうかみたいなことを主に、はい、なるほど、悩んでた感じですかね。実戦は、この瞬間に4七銀と打たれたんですね。はい、はい、まあ金を取り合うと飛車先にこっち当たりになっちゃうんで、金がこうじゃない、ここにいるので、そうですね、こう手順に取られてしまうと。で、まあ、あと3七金と逃げる手もあるんですけどまた4八銀ならずと突っ込んで込まれて、でこう金取られて4七角って打たれる形が結構厳しいですね。こうですね、金を持たれて、そうですね、こちらとこちらに傾きと、なのでまあもう受けてもまあ切りがないかなっていうので、まあ、飛車を捨てる順をまあ選んだという感じです。はい、実戦は取られたんですね。そうですね、はい、4七同金と取って、3八角と、はい、渡辺名人が打ちまして一回5五角ですね。そうですね、このタイミング両取りかかってるタイミングで、まあ、何か金を逃げる飛車を逃げるという局面でこの5五角っていうのはどういう意図だったんでしょうか。あ、まあ、角を使わせた瞬間だったら5五角に4四角とかっていう合駒がない、この瞬間だけは5五角に当たりで返す手がないので、まあ結構攻防の位置なので1回は打とうかなというところですね。なるほど、こう大手だけじゃなくてこちら側にも効いてるということですね。そうですね、まあ、飛車を取られた後に2八飛車を打つ筋を、まあ、未然に防ぐという意味です。はい、はい、で実戦は4四桂と受けまして、ここで4八金と引いたんですね。これ普通は両取りで飛車の方に逃げそうなんですが、この場合は金を引くとそうですね、飛車を逃げてもまたその飛車を攻められそうな感じなので、あ、どこかに逃げても取った後ですね、後にまたそうです、その飛車を攻められそうなので、はい、まあ、まあ、全部は守りきれないので、まあ、まあ飛車の方を捨てたというところです。で飛車を取りまして、6二銀ならずと、金を取って、この瞬間は小回りが金銀と飛車の交換2枚貝ということですね。ただここで、今ならずで取って桂取りになってる桂馬を渡辺名人8五桂と跳ねていったんです。そうですね、はい、1回は調子がいいんですけどね、同歩と取ってくれれば同飛車で、はい、角取りと桂取り、ね、十字飛車というやつですね。まあ、ただ8五桂で1回はいい気持ちはいいんですが、8八銀と下がられたあたりで、そうですね、ここでちょっといい手がないと苦しい感じですかね。はい、そうですね、この8八銀引いて
一瞬銀がこう引くと玉の逃げ道がなくなるんで怖いところかと思ったんですが、まあ、と 次は桂馬取れるんで、まあ、銀を引いたので、そうですね、はい、まあ、それをちょっと楽しみというか、まあ、しばらくは受けに回る感じかなと思ってやっていました。確かにここは何やるかまた難しい。そうですね、馬寄るとかもありそうですし、3九馬もあるかなと思いました、ね、実戦は角をこう1回どかせて、はい、6四角に6七歩の王手、はい、これもでも嫌な手ではありますよね。うん、まあ、そうですね、歩がでもちょっと足りないですかね、まあ、同金の後歩がもう少しあると8七歩が、はい、こちらに打って、うん、手筋なんですけどね、同銀 で、はい、で8八歩みたいなのが、はい、金がいなくなった方から攻めるということですね。はい、そうですね、ただちょっと歩が2枚ほど足りないので、なるほど、同金で実戦は桂馬を跳んだと、はい、3六桂と跳ねたんですね。まあ、やっぱそこの桂をでも跳ねるのは良し悪しなんですよね。やっぱり本譜も出てくるんですけど3三歩が打たれてしまうんで、あ、この歩を取ったためにこの歩がいなくなったので、はい、後でここに打たれてしまうと。そうですね、ただそこの3六桂をが致し方なくなってしまうというか、他に攻めがなくなってしまっているので、結構やっぱ角が効いてますね。そうですね、その桂を跳ねるようではきついですよね。で実戦は金を寄って6三歩5三角成2八飛車と攻め合いに行ったわけですね。はい、ただこの局面での3七銀はぴったりでした。あ、そうですね、まあ、2五桂を打ちたい形なんで銀はまあ義だというか捨てる形になってしまうんですけど、あ、今は飛車が効いてるので一回打って、こっちになるわけにはいかないですもんね。そうですね、でこっちになった時に、まあ、これを取られても竜が玉から離れていくので時間がかかると、はい、いって、まあ、余裕ができるという感じですかね。で2五桂が厳しいということですね。確かに実際に2四歩とついたんですが、こう銀を取ったとしても3三歩ですか。そうですね、3三歩って取って4二馬で受けにくい、ね、この桂馬と馬のコンビネーションが厳しいという局面ですね。そうですね、2五桂が攻めとしてぴったりで、ここからはなかなかこの守りは浮かばないですね。はい、そうですね、後手が今持ち駒がないんで受けがないですよね。持ち駒が何かあれば、例えば三三に埋めたりとか、なんかそうですね、二四銀とか、はい、受けがある場合があるんですけど、受けが持ち駒がなくなっちゃってるんで、はい、うん、そうですね、銀取っても攻め合いとしてはちょっと手数が足りないということですね。そうですね、はい、ちょっと受けと攻めが一手間に合ってない感じですかね、ここは。はい、はい、まあ、でもこの将棋中盤から結構激しくなって、お互いに駒がいっぱいある状況の中で、両者金取り銀打ったり攻め合いで非常に迫力のある一局だったと思います。両対局者どうもありがとうございました。熱い戦いでした。では解説の野月八段から世界中の将棋ファンの皆様に向けて将棋の魅力とメッセージをお願いいたします。はい、将棋はですね、ゲーム性も非常に楽しいんですけれども、日本文化との融合、この漢字の駒だったりですね、礼儀作法などもあり、こう戦いつつ日本文化と触れ合えるというところが非常に魅力的ですね。また1対1で戦って、相手のことをですね、尊重尊敬しながら、対戦できる、ちゃんと挨拶したりとかですね、終わった後も、感想戦などで、お互いですね、自分の考えを述べたり相手にアドバイスを送ったりもできるので、そういう部分が、日本的で非常に良いゲームかなと思います。はい、ありがとうございました。本日の対局をお楽しみいただけましたでしょうか。将棋は今やもうオンラインでね、手軽に学んだり対局したりできるようになった時代です。そういうところから入って、日本の伝統文化にも興味を持っていただければ嬉しいと思ってます。もっとたくさんの方々に、多くの方に将棋を楽しんでいただければ幸いです。皆様どうかこれからも将棋を楽しんでください。以上をもちまして、国際将棋フェスティバル2021渡辺明名人対羽生善治九段の特選対局を終了させていただきます。最後に本日の対局者のお二人から皆様へのメッセージを聞きながらお別れいたします。皆さん、また会いましょう。さようなら。
はい、将棋はですね、日本では1600年代の初めぐらいの棋譜が残ってたりと、非常にまあ歴史が深いんですけども、それでもまだこう解明されてないという、難しいゲーム性もありまして、今はですね、こうしてまあインターネット等でですね、海外の方にも日本の将棋を楽しんでいただけるという、そういった楽しみ方ができる時代ですので、ぜひですね、これからも将棋、また日本文化で楽しんでいただいて、いつかですね、日本にも遊びに来ていただくというような、楽しみ方をしていただければというふうに思います。今日は、こちらのイベントをですね、ご覧にいただきましてありがとうございました。今日の将棋はですね、角換わりという将棋だったんですけども、お互いに角を持ち合って、神経を使う将棋ではあるんですが、非常にダイナミックで、変化の多い形ですので、ぜひですね、これを、きっかけに角換わりの将棋も指してみてください。またですね、将棋はですね、ルールさえ覚えてしまえば、国籍も言語も関係なく、どんな人だとでも気軽に楽しめるものです。これをきっかけにですね、ぜひぜひ多くの皆さんに将棋を楽しんでほしいというふうにも思っています。今回はですね、このウェブという形での配信ということになりましたけれども、またどこかで皆さん方にお会いできる日を楽しみにしています。今日はどうもありがとうございました。